九州の3人、永田、中塚、浜田から。永田が抜けているが、もしかしたらと思い、ボックスで勝負。3番手からは1番の永田、永田純一が人気。今3番手、まあ、九州勢は3人の結束になっています。前から行くのは地元の4番藪下直樹、ペースを握っています。後ろマークは2番の三上貴之、その後ろから1番の永田が後位3番手を回って、これから最終周回に入っていきます。6番の田村は後方です。ライン3分線、人気の九州勢は後位からまくり返す競争ですが、逃げていくのは地元4番藪下直樹、これは同期生1番の永田純一が最終バックまくっていきます。逃げる4番藪下をまくり切っていきました九州勢です。1番の永田純一が先頭に変わって、落車バットもつれた。2番の三上が落車をしている。後ろ3番の中塚番手で九州勢前に変わっている。1番の永田、3番の中塚、5番は浜田。人気はないがレース巧者である。山村の一発があるかも。あとは順当に2番の塩梅から。相手は塩梅ラインの後ろの2人。スーッと切り替えていきまして、3番手の外側、1番の山村の外に7番の原野が上がっていきます。そして2番塩梅の後ろ、今度は6番の高橋になりました。7番の原野が踏み込んでいきまして、そして2番の塩梅が1人でいきます。残りは1周です。2番塩梅の先行になったんですけど、ラインは崩れています。その後ろ5番の本間、そして4番の佐川と続いて7番の原野が4番手に収まりますが、先頭2番手の車間は大きく広がりまして、最後の直線です。2番の塩梅ぶっちぎりました。焦点2着争いですけれども、5番の本間が粘りました。4番佐川が3番手です。高本、山城、石川で決まることが濃厚ではあるが、問題はどの順で入ってくるか。最後、山城が遅れての石川がかわすとかあってほしい。2番の高本は引いて5番手、南関東ラインがジャン前からかましに行きますけれども、一気に7番畑中の横まで来て叩き切りました。2番の高本、1番の山城が続いて、3番の石川離れながらも直線で追いかけていきます。3番手、残りは1周です。南関東3社ができています。2番高本に1番の山城、そして3番の石川が3番手追いつきました。7番畑中、6番の大田黒、後ろが関東の2人、4番開始に5番の橋口です。最後の直線へと入っていきます。2番高本、その番手から1番山城ですけれども、2番の高本が振り切っています。難関ワンツースリーです。大川が強く、清水、椿が続いてゴールが濃厚。あるとして、清水がちょっとだけかわすか。まあ、可能性は低いが。に上がっていきます。羽を迎えます。前では1番の大川がペースを落としています。4番手が並走、そして短期後方から7番の郷坪が踏み込んでいきまして、2番手、3番清水のところで絡んできました。残りは1周です。番手はどうでしょう。7番の郷坪、3番清水、この2人でやり合っていますが、逃げていますのは1番の大川です。番手7番郷坪取り切りました。しかし車間が空いていく。6番の青山を縦へと踏んできまして、これに4番の椿が合わせる。中をついては2番の関で最後の直線。1番の大川は独走になりました。その後ろ2番手は4番の椿、3番手で2番の関です。田原、小島のラインか、それとも山川、阿部ラインか。混戦ではあるが、地元ということと三者であることで田原、小島を上に取った。一旦下げた九州勢は後方から2番の山川と3番の阿部、前に行ったのは岡山勢、7番の野上が先頭で今脱勝です。残り1周半を切りました。今日初日後半戦、5レースからは A 級の特予選競争。さあ一気に発進です。2番の山川翔太かましていくようです。残り1周回、懸命に3番の阿部龍文マークしまして、さあ出切ったのは九州勢、そこが出て7番の野上龍太は3番手から、一方の地元4番の田原弘明は後方で5番手、ちょっと厳しいでしょうか。最終2コーナー飛ばすのは九州2人、最終バックを通過。先頭は2番の山川翔太、番手は3番の阿部龍文、その後は切り込んでくる5番車の山川
山本隆明、その後混戦4番の平弘明の追い込んでくるが直線コース、さあ粘るのは2番の山川、粘って粘り込んで最後4番平捉えてゴール、平弘明捉えたようです。その後はどうか。高橋は好調のようではあるが、後ろのワニブチはいまいちで、ここは岡崎、斉藤の難関ワンツーに期待する。前は2番の高橋で、3番ワニブチ、そして4番岩崎、ジャン前から1番斉藤、今度は車を外に出してかましていきますけれども、5番の岡崎が離れました。1番斉藤が前に立ちましたけれども、2番の高橋が番手に収まって、3番のワニブチ、その後ろに5番の岡崎が降りてきまして、4番岩崎、7番藤田、ラストが6番前から残りは1周です。1番斉藤の先行なんですけれども、2番手2番の高橋です。そして3番のワニブチが3番手、競争得点上位の選手が前にいる形になりました。最後の直線に入ります。番手から2番高橋の追い込み、1番斉藤をかわしています。2着がどうでしょう。2頭伊豆田で決まることが濃厚。二頭を伊豆田は買わせずが人気ではあるが、買わせないこともないと見た。ダッシュ前の2コーナー、一気に前に出ていった2番の二頭、そこを出して3番の高倉、6番の森田も踏んできています。森田達也が3番手、後位を回っていくんですが、ただ5番の黒田は離れました。短期になった6番の森田が3番手で、その後が3番高倉が回って4番の武田と5番の黒田、ここは並走になっています。残り1周を切ります。さあ抑えて先行勝負は2番の二頭周、予選競争5連勝中の2番二頭が逃げて、番手回り1番伊豆田博人、南関東勢主導権、その後3番手以下は6番の森田、あとは5番の黒田も追って4番手です。最終バックを通過、先頭は2番の二頭周、番手回り食い下がって1番の伊豆田博人、その後追ってくるか6番の森田と5番の黒田、直線後最後は並んで1番の ここは斉藤目標の1番佐藤から、最後斉藤は沈むと見て相手からは外す。下げていきます。そして前行きだった関東の2人ですけれども、5番の吉松、6番手2番の山崎マークしていきまして、関東両者後ろになりました。一旦前に出ました千葉ラインですけれども、緩める形で4コーナーから直線山下ろしをかけて再びペースを上げていきます。残りは1周です。7番斉藤の先行になりました。マークは1番の佐藤です。そして3番手からが中近の3者、4番の山本、そして6番手から5番吉松がまくっていきます。吉松のまくりですけれども、4番手の外最後の直線に入ります。逃げるのは7番の斉藤です。1番の佐藤が番手から追い込んでいきまして、わずかに変わったかどうか。